でも外はまだ真っ暗。これからみんなにポンケッキをどうやって作っているか見せてあげる。さあ一緒に見に行こう。へっへっへっ、着いたぞ。ここはポンケッキを作っているフジテレビのスタジオ。じゃあ中へ入ってみるよ。あら、まだ誰もいない。それにガラーンとして何にもないね。お、大きな板が入ってきた。これから僕たちが歌ったり踊ったりするステージを作るところ。なんか大工さんみたい。いろんな色の小さな豆電球をいっぱいつけてる。ほら、カッカって光って綺麗になってきたね。スタジオのあっちこっちでいろんな人が働いているでしょ。どんなステージができんだろうね。楽しみだね。おはようございます。おはよう、ガチャピン。もうすぐできるから待ってね。はい、よろしくお願いします。うわー、上を見て、たくさんのライト。このライトが僕たちを照らしてくれるんだ。そういう、そこやね。はい、OK です。うおー、来た来た、テレビカメラ。さあ、いよいよだぞ。これで準備 OK ね。こうして何にもないスタジオにポンキッキのステージができたの。今日はポンキッキの出演の日。僕もやるぞ。僕たちがこういうね、青い服着てるか知ってる？そんなのわかんないよ。山崎さん、品川さん、椅子ついてください。お願いします。おー、あの二人、あんな格好して何をするんだろ
チャピン、ちゃんと撮ってよ。かっこよく撮ってよ。任せといてよ。オッケー。今つけますからね。うん、ちょっと僕怖かった。びっくりした。そっか、ライトがついているからちゃんと見えるんだよね。ポンキッキって本当にたくさんの人たちが集まって作ってんだね。うん、他にもね、まだまだここには出てこないいろんなお仕事をしてる人たちがいるのよ。へえ。こうやってみんなが協力してポンキッキができるのよ。そうなんだ。よし、それじゃあ本番行ってみよう。はい。10秒前、9、8、7、6、5秒前、4、3、2、1、スタート。見つけたよ、何かが生まれる小さな卵。緑色だよ、葉っぱ、つばみ、ジャングル。¿Qué tal?